多分 OK であろうとございます。はい、なのでエムリオ君は今何の音だろうと思った。おさらばでございます。では今からこちらで。あーでもそうだね、本館だけ撮っとくか、スタートだから。で行きますよ皆さん、行きましょう。ナビセットしよう。ナビセットホーム、ホーム国立建設名称埼玉製作さあ先玉国先玉国いい、そうそう、はい、刺さった刺さったしようっていう。オッケーオッケー。どこのナビ超見にくいね。先を見ちゃうんだろ。あ、先見にくいな。さ、もっと見やすいさなんかないんかね。超見にくくねこれ。このナビ。いいけどさ。じゃあやるか。やろう。行きましょう。まずは冷房効いてんだったら閉めた方がいいんだよ。じゃあ一旦カットです。はい、カットです。じゃあ行きましょうか。長旅が始まる。このリバースでもすごい、このスリープ現象すごい弱い。このチャリ見ていいけど、あのチャリ邪魔んとこにあるチャリだな。今日った人が出てきちゃいそうだ。そのぐらいで一回曲がっちゃった方がいいんじゃない？あ、もう出れる。でも、うわアウトなのか分かんないけど。出れるところなんかわかんないけど、どっちになってる？左？一応右か、右だね。あ、いいな。やべ、苛立ってる。この罠で、吉田さん苛立ってる。いいね、ここが左かな。いいドライブだ。気持ちいいね。ポイスタナビの音、ナビの音がポイポイって言う。あ、いた今なんでそう、今日さそういうこと多いの。嫌がらせでしょ今、車がね、信号の前で。あ、やっぱこいつのとか。ここさ、左折とかすげえだるいんだけど、これさ、音上げれないこいつ。これか、いいね。まあこういうものは意外と早くつくんで、そういう風にできてんだよ。これ当たってみたらちょっと面白そうだけど、旅番組みたいになってさ、こういうなんか芸能人の番組あるもんね。車を運転してトンネルズだっけ、確か。そうだね。じゃあ行きましょうかみたいな。あ、スマップもやってた気がするな、なんかこういうの。緊張しますね。
まだ運転しないのに緊張するべきは俺なんだけど。してないからこそ。支援が多いかな、その先から。どこへ行くって書いてあるよ。急いでないよ、全く。のんびり行ってるよ。のんびりしか行ってないよ。でも、のんびり行ってても一生つかなそうなので、もうちょっと早く行きましょう。出てこうぜ、運転きれいで。おお、ちょ、一直線コースまで。ここから1キロ。嬉しい、嬉しすぎる。運転、ああ気持ちいい、運転気持ちいい。今まですごい曲がりまくってたから気持ちいい。それ発散できる。うう。やべ、40度バシッて。安全運転で行きましょう。そう。俺が安全運転だから。ああそう。そうね。まあ慣れたわ。余裕で運転できる。うん、もう緊張しないよ俺は。俺がドンと構えてるぐらいじゃないかさ、俺がどうしようどうしようって言ったらさ、本当にどうしようかさ、やべえ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 やマジマンジ。あ、マジマンジじゃない。あ、がここじゃん、ここ。絶対ここじゃん。寺とあるもんね。ははは。待ってた。吉田も参加しちゃった。パトカー、マジマンジ、吉田。いや、今の状態だとパトカー、吉田、マジマンジ。なんで俺がマジマンジみたいじゃないか。だってちょうど挟まれてるの。やべえよ、やべえよ。聞いたことある。指原とね、松田やけん来た。知ってる、それ聞いた。目の前で見た。で、なんかすげえ化粧してたのもあるけど、そのなんかお姫様みたいな化粧してたのもあるけど、指原って可愛いんじゃねって思った。なんか親が言ってたもん。うん、なんか右折か。色合いが今ね、オレンジの方が行きそうな気がするの。一瞬イネオス道出て、イネオスにオセロみたいにエネオス化されてる、あっちの道は。最後のガソスタ入れるとき、ガソスタ入るの俺やった方がいいかな。頼みますよ、そこ。なんかどこへ入れようとかあるの。ちょっと早めにガソリン入れようかな。そしたら満タンだったんですけどって言えるもんね。そうだね。でも低燃費車でよかった、これが。こいつさ、ワイドカメラだからさ、こういう時はさ、狭い範囲すごい広く撮れるからすごい優秀なんで、多分エブリューだとさ、ここしか映んない。確かに、持ってないと。持ってないと。これだからこういう時すごい優秀。しかもめっちゃいいとこ張り付いたしね。なんかいいものがあったからね、張り付く。ただなんかもうこれがさ、なんか常備されてデコみたいな、これを取り忘れちゃいそうなレベルでさ、目立ってるからさ。意外とね、こういうのも楽しいよね、新鮮味が。今
んとこ楽しい、運転してないもん。どうしよう。ん？今んところね。ただ、ね、それからな。俺はもう楽しくなってきてる。慣れるとね。いや多分ね、道中そこまで大丈夫だと思うね。よっぽどのことなければ。よかったね、今日さ、雨降ってなくて。いや、雨降ったらもうマジやばい。シャレになってる。うれしいな。シャレになってる。どうした？やめようってなってる。どっち？まっすぐ。いや、こっちに行こう。初心者じゃない道に行っちゃう。右側に行っちゃう。ここ10キロなんだよ。素晴らしい。めっちゃ混んでるよ。そう、50キロ出したろうかな、ここで。ムードーンバカだろ、50キロが50キロ走らないと思う。混んでたね、50キロもあれ。でもあれ知ってる、なんかさ、本当に教習所行ったこと、教習所行ってたのかよって女の子の話でさ、うん、鳥も100キロ走れば慣れるか、100キロ走ってきないよってさ、100キロで走った女の話知ってる。やばいよね。高速じゃなくて。違うよ。バカじゃねえ。バンド、とりあえず 100キロ、道のり100キロ走れば車慣れるよって言うじゃん。100キロで走る。バカでしょ。っていうバカのバカ話が昔から。それ絶対事故るやつやん、ね。この車さ、車高が低いからさ、車、他の車がさ、タッパ高くて怖く見えるけどさ、車のさ、幅が確認しやすいからさ、すごい運転しやすい。なんか覗き込めるからさ、椅子の高さも結構ちょうどいいし。運転しやすい。お前とすごい変わるわけじゃないから、多分運転感覚一緒なんじゃないかな。ん？俺の運転感覚と多分一緒なんじゃないかな。多分俺が運転しやすいなと思った星野も運転しやすいんじゃないかな。多分そうだと思うけど。あんま変わんないもんね。さすがにさ、星野と工藤さんとかになると変わってくるけどさ。まあな。あ、でもこいつだったら俺秩父行けるわ。運転しやすい。小回り効くもん。じゃなかったら、下手な車だったら、さっきのあの本屋の段階で俺リバースで出れない。あ、バックモニターないとね。リバースで普通に出れたから、結構運転しやすいと思ってる。しかもさ、なんかさ、こうさ、スリーブちょっと進むのがあるじゃん。うん、ちょっと進むのがね、これ、普通よりね、進まないんだよ。うん、アクセル操作しないとこんぐらい進めないんだけど、うん、でも、リバースの時すごい便利。リバースでガッていかないからさ、徐々に徐々にうーんうーんって出れるからさ、ありがたい。あ、なるほどね。逆に言えばね、右折するときとか左折するときとかあるじゃん、曲がるとき。曲がるときはね、アクセルでちょっとスピード調整しないと遅すぎて進まないかもしれない。そこが難しいかもしれない、ちょっと。あ、なるほどね。戻ってきたよ、めっちゃ。今レンタカーの前にいるから。こういうの言っとかないとね、こっち 車載カメラだからね。思い切った行動したね。さすがバス。あれ、ここ気持ちよさそうじゃない？ずっと真ん中走っていけるから、まっすぐ。ちょっと、マジか。チャリやめてくれ。ちょうどその隙間をさ、チャリにザーッと行ってくる。そういうのやめてくれ。いるんだよね、結構。ここさ、長いからさ、走最初バイクかなと思ったら、普通に来いっすね。チャリかよ。なんかよくわかんないけど、今日道がずっと混んでんだ。だから長く時間かかってるんだよ。だって1時間ぐらいしてたもん。なんかめんどくさそうか、やめよう。余裕持って帰れよ、ちょっと。ね。そしてさ、最近はそういうのが見えるものないからさ、てかむしろこの時点でさ、動画結構多く撮れてるからさ、だからさ、一緒に流していけばいいや。よし、帰るぞ。車がメインだからでしょ。いや、でもこれ車がメインでしょ。そうだよ、ね。水族館はただ目的地に設定してるだけ。そこでも企画が取れるなと思ってたけど、だってこれがキャラとかだったらつまんないでしょ。まあね、キャラだったら借りる必要ねえし。さっきいたもんね。変な警察官いるかと思った。ちょっとハンターだ。なんかハンターに知らせるやついるじゃん。なんかローラースケートとかつけてるやつ。ああいうやつかと思った。ハンターだ。見つかった。逃げ切れるか。逃げ切れた。
しかしそこにもあった。次はなかった。うわくそー、こっちからも出てきちゃうかよ。そりゃないよ。あれね、あれ逃走中の面白いところはさ、逃げ切れるかじゃなくて、俺見てるのはさ、なんかさ、普段嫌なやつキャラがいいことしたりさ、するのを見てるわ。あ、なるほどね。ここ方針が嫌な道でしょ。俺ここ嫌なんだよ。ここ通るのすごい難しいからね。俺原付で毎回こうバイトで通るからさ、慣れてっけど、ここさ、こっち側多分青信号つくんだよ。でもね、あっち側がね、青信号つかないんだよね。矢印まっすぐがつくんだよ。そしたらこれ進んでいいやつ。なるなる、プッてされると。逆にプッて入ってた。プッ、あ、いいんだ。じゃあむしろされた方が助かるって。こう考えるとさ、広い道を走りやすい理論は分かったでしょ。確実に走りやすいんだよね、車だと。だってさっきの走りづらそうだったでしょ。今生き生きとしてんなって思ってるよ。みんな苛立ってるから、さっきの吉田。まあね、経験だよね。星野がいい感じであれば、次秩父行くときとかもこのフィットでいいかもしれない。ゴミ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 、タッパ高いけどさ、怖いんで横に並ぶ。その三段重ね、横に2台いるってパターンが嫌いすぎる。飛ばしたくなる道、近所ナンバーワンみたいな。50キロだね。素晴らしい。あれ60ぐらいですもん。ドンキーが見えてきちゃった。俺がよく入れるかさせたら。バイト帰りにちょうどいいかさせたら。あ、そしたね、お前から現地バイトのビールが作ったことない。慣れてないんだったらさ、車さ、ガソスタに突っ込むのは俺がやるからさ、もしもガソリン入れてみる。そうだね。俺は別にガソリン入れるの、そして日常的な、もうガソリン入れる係が俺になってる。ねえ。なんか、もっとでも運転しづらい車だったらさ、うわ、運転しづらいって、なんか初心者っぽいことしなきゃいけなかったからさ、俺だとさ、ちょっと余裕ぶれていいよ。おい。嫌な音してんぞ。おい、後ろか。後ろだな。最悪、避けなきゃいけないじゃん。え、ここで避けんの無理。なんでこんなことさせないの。行って、頑張って。よし、た。ちゃうじゃねえ、ガスじゃねえか、お前。ガス会社じゃねえか。ガス会社じゃねえか、今の。何急いでんだよ、ガス会社。ガス会社は救急車と同じ音立てんなよ。今のを笑った。抜群のツッコミ入ったわ。ガス会社、なんで俺なんか、なんで今日こんな妨害されなきゃいけない。俺が気にしないようにしてること、今回ジャンクションに入ること。ロック邪魔だ、死ね。俺のが早いんだ。やめとき。前のトラックがうろうろしてて、ポンじゃねえよ、ポン。ポン。飛び、横断歩道渡ろうとして飛び出して自転車って怖いよね。怖い怖い怖い。地味にさ、車道入ってるからさ、当たっちゃいそうだしさ。だからスピード落とすね。こういう道路だとさ、右いるからさ、避けづらいっていう。そう、だからちょっと止まんなきゃいけないけど、止まると後ろにプッてされるからさ、こういう道さ、なんかその他の危険マークが出てきたさ。渋滞かな、なんだろう、事故、ガス、さっきのガス、まさかの。え、でもありそうじゃない、だってまっすぐ向かってったよね。いや、お前その白いの何しようって。あ、避けたのか。何してんだあいつだと思っちゃって。なんかさっき変な動きするやつがいっぱいいるからさ。